なんだか妙な視線を感じるな。多分こっちの方向だと思うが。ん？なんだこれ。一応拾っておくか。あ、なんか落ちてるぞ。あ、俺の動物図鑑。こんなところに落としてたのか。視線の主を探さねえと。見つかったか。つぐみ、何してんだお前。クロード様の指示でな。悪く思うな。今日は一日本気で隠れ、貴様を監視し続けようと思ったのだが、こんなにも早く私を見つけるとは。腕を上げたな、一条楽。悔しいが、それでこそお嬢の恋人だ。少し見直したぞ。あいつも大変だな。一条楽、奴のことが頭から離れない。眠れなくて散歩に出てみたが、逆に目が冴えてしまったな。神社仏閣に来るなど夏祭り以来だ。確か大抵の施設には縁結びの神がいるとか。縁結びか。奴はお嬢の恋人だ。私が思いを告げることなんかできない。だが、思いを告げられないのなら、せめて、私も、お嬢のように、一条楽とずっと一緒にいられたらいいのにな。誰よりも近くにいられたら。我ながらバカなことを口にしたものだ。私はビーハイブのつぐみ聖四郎。お嬢の護衛を任されたエージェント。邪魔な感情は押し殺すのみ。これまでも、これからも、そうするべきなのだ。さて、帰るか。その願い、聞き届けたり。ああ、もう朝か。なんかやけに寝苦しかったな。なんつうか肩が痛いっつうか、胸のあたりが重いっつうか。まあいいや、とりあえず顔でも洗ってこよう。おう、龍、おはようさん。今朝も早いな。おっと、坊ちゃん、おはよう。なんだよ、朝っぱらから大声出して。おい、リュウ、何固まってんだよ。おい、くぅ、さすがもちゃん、足の見てない間に大人の階段を何段もすっ飛ばして一気に駆け上がっちまったんですね。はぁ、おい、てめえら、今すぐ小豆と餅紙買ってこい。今朝は赤飯だ、赤飯。とびっきり上等なやつを用意しろよ。お前、さっきから何言ってんだよ。いやー、まだ子供子供と思ってやしたが、坊ちゃんももう立派な男なんすね。あっしは嬉しいような寂しいような複雑な気分です。俺の話を聞け。つぐみちゃんだったっけか、愛人として
坊ちゃんのことはよろしく頼むぜ。え？つぐみ？つぐみがどこにいるんだよ。どこってお嬢ちゃん、確かつぐみ清志郎って名前だろ。はあ？だからお前何言って。ちょっと待て、俺の声ちょっと変な気がするぞ。妙に高いような。この胸の膨らみ、まさか。いや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 、そんなバカなことありえねえって。お嬢ちゃん、どこ行くんだい。トイレなら反対だよ。洗面所だ、洗面所。なんでつぐみが俺の家に？じゃなくて、なんで俺がつぐみになってんだ？寝る前まではちゃんと俺だったよな。いや、ちゃんと俺っつうのもよくわかんねえけど。とにかく落ち着け、落ち着け。まずは冷静になろう。な、俺。これは多分夢だ。まだ眠っちまってんだよ、俺は。まったくしょうがねえやつだな、俺。早く起きねえと昼になっちまうぜ。だから、こうやって目をつむって。つぐみのままかよ。それになんか寝苦しかったのってこの大きいやつのせいだよな。この大きい。おい、何考えてんだ。そんな場合じゃねえだろうが。おい、ジョージャン、坊ちゃんが部屋にいないんだが、どこに行ったか聞いてるかい。そうだ、俺はどこだ。何言ってるんだ、ジョージャン。ジョーちゃんはここにいるじゃねえか。そうじゃなくて俺だよ。一条楽はどこにいるんだ。だからそりゃこっちが聞きてえんだよ。坊ちゃんとずっと一緒だったんじゃねえのか。あーいや、細けえとこまで聞く気はないからね。うん、オブラートに包んでもらえればいいからね。あー、もうややこしい。よくわかんねえけど、とにかく俺の体を探さなくちゃ。待ってろよ、俺。止まった、ジョーちゃん。その格好で外に出る気か。ああ、そうだな。寝巻きのままじゃまずいか。まずは着替えて。俺はどうやって着替えればいいんだ。くそ、目隠しして着替えてたら随分時間を食っちまったぜ。俺がつぐみの体になっちまってるってことは、つぐみの方にもなんか起きてるかもしれねえ。まずはつぐみに会って確かめてみるか。ああ、やっと来た。遅いじゃない、つぐみ。げつぐみさんが遅刻なんて珍しいね。寝坊しちゃったの。あら、でも変な方向から来たわね。向こうにあるのは一条くんの家くらいだけど。まずいぞ。なんで今朝に限ってみんな揃ってんだよ。今の姿じゃ俺が楽だって言っても信じてもらえねえだろうし。ここはうまいことつぐみらしく振る舞ってみるか。気にしすぎですよ、宮本様。ちょっと町内をランニングしていただけです。ランニングって私たちとの約束をすっぽかして。すみません、俺じゃなくて、私はお嬢たちと何か約束をしていましたっけ。何言ってんのよ。今日はみんなでルリちゃんの部活のお手伝いをしに行くって約束してたでしょ。朝の練習に付き合ってくれることになってたと思うんだけど。そうでしたっけ。いや、すっかり忘れていました。ははは、申し訳ありません。もうしっかりしてよね。それじゃあつぐみも来たことだし、さっさと行こっか。そうだね、着替えにも時間かかるし、ちょっと急がないと間に合わないかも。着替え。そうだった。宮本の部活って、いや水泳部ってことは、水着に着替え。急に大きな声出してどうしたのよ。
それはやばいだろ。このままじゃつまり一緒に女子更衣室で着替えるってことで。いや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 、それは絶対にダメだ。そんなことになったら俺、うわぁ、つぐみさん、鼻血。すみません、なんでもないです。やばい、ついうっかり変な想像しちまった。俺のバカ、死ね、一条楽。とにかく、ここはなんとかごまかして逃げないと。どうすればいい。あれ、そういえばつぐみさん荷物は？着替えとかも持ってなさそうだけど。それだ。すみません、どうやら荷物も水着も全部忘れてしまったみたいです。ですから私は一度家に戻りますね。それじゃあまた。はあ、それなら平気よ。どうせあんた地味なのしか持ってこないでしょ。私が特別おしゃれな水着を用意してあげたから任せといて。なら他に必要なものは水泳部でも用意できるし、このまま手ぶらで行っても問題ないわね。あー、ちとげなやつ、余計なこと。いや、今日はその調子が良くないような、そうでないような。え、つぐみさんさっき全力で走ってたよね。それにランニングしてたって。それはなんというか。もうつぐみらしくないわね。うじうじ言ってないで行くわよ。うわっ、そんなに引っ張らないで。ちくしょう、勘弁してくれ。お嬢。おお、俺じゃねえか。ようやく会えたな、俺。お嬢、そのものから離れてください。え、どうしたのダーリン。っていうかお嬢って何。ちょっと気持ち悪いんだけど。気持ち悪いだと。お嬢に気持ち悪いって言われた。この残念な感じは間違いないな。やっぱり俺の中にいるのはつぐみだ。一条くん大丈夫？そうだ、今の私は一条楽だったな。ちとけ、ちょいとつぐみを借りてくぜ。ダーリン、ちょっとつぐみに何する気？事情はまた後でお話しします。走るぞ。おう、一条くん、なんでダーリンがつぐみのこと連れ去っていくのよ。なんか怪しいわね。どうなってんだつぐみ。なんで俺とお前の体が入れ替わってんだよ。私にもわからん。だから貴様を探してたんだ。とにかく状況を整理するためにもまずは落ち着ける場所に行こうぜ。その意見には賛成なのだが、一つ問題があってな。問題？うむ、まずは追っ手を振り切らなくてはならん。逃がしはせんぞ。こそクロード、セイシローも一緒か。ちょうどいい、そいつをこっちに渡せ。は？一体何があったんだ。その小僧は我々が不在なのをいいことに、こっそりとお前の部屋に忍び込んでいたのだぞ。この土草でこそ泥小僧が何を企んでいたのか、ビーハイブ流地獄の拷問術で問い詰めてくれる。すまん、タイミング悪くクロード様が部屋に来てしまってな。最悪じゃねえか。何をしているセイシロー、早くその小僧を捕まえろ。これじゃ落ち着いて話もできねえな。ひとまず逃げるぞ。ああ。なぜだセイシロー、なぜお前が。あの憎たらしいクソガキと一緒に逃げる。とにかく逃がすか。よし、クロードのやつは巻いたか。ああ、だがこのままではすぐに追いつかれるぞ。まずはどこかに隠れて。ラク様、おはようございます。わっ、ドチバナ、タイミングで出てくるんだ。あら、今日は桐崎さんはいらっしゃらないのですね。なのに
どうしてつぐみさんと一緒にいらっしゃるのですか？いや、これには深いわけがあってだな。もしやラク様、霧崎さんに飽きて別の女に乗り換えようと？それでしたらぜひとも私にしてくださいな。えい、なんだ貴様、急にひっつくな。なんだか今日のラク様はいつもよりワイルドで亭主関白ですわね。そんなラク様も素敵です。ますます好きになってしまいますわ。なんという面倒くさ。さなんとかならんのか。立花どうにもならねえよ。お前もよく知ってる通りな。貴様も大変だな。見つけたぞ小僧。げっ、もう追いつきやがった。ぬ、ぬ、貴様、お嬢というものがありながら他の女にまで出れてると、これはもう拷問だけでは許されんぞ。 B5 の全構成員に告ぐ。奴を逃がすな。もはや生死は問わん。おい、どんどん状況が悪くなっていくぞ。とにかくここは逃げて逃げて逃げまくるしかあるまい。じゃな。待ってください、ラク様。待てー。